皆さんこんにちは、エルザです。今回は黒森町キタンやっていきたいと思います。まさかの毒ガス事件の現場に行くことになるとは思わなかったけどね。ここは何があるのかな、ちょっとやっていこうか。うわ、トイレ、山田隆。ここが松山さんが言ってたトイレに違いないよな。俺がどう見張ってるから、お前は例のものを探せ。はい。あ、なんか変わってる。冷めた蛇口から水が滴り落ちてる。急に違う人のパートになったね。汚水タンクを開ける。開けると赤い液体に浸った謎の小筒が見つかった。小包み、汚れてる、水で洗わなくちゃ。洗えた。ブリキ缶が2つ入ってる。あー、そういうことね。これがその起きた時のっていう話か。こっちはお前だ、どうすればいいか分かるな。最後にもう一度だけ説明するぞ。車両に入ったら、檻を見てこの装置を開けるんだ。何も難しくはないだろう。痛いですか？ほんの少しの間さ、その痛みに耐えてこそ、真理の父は我々に永久の幸福を与えてくださるのだからな。わかりきったことだろう。こんなふざけた質問、二度とするんじゃない。すいません。松山さんの鍵がね、トイレで落としたんじゃ。一旦戻って探してくる。他のやつに見つかったら松山さんのことがバレちまうかもしれないからな。はい。ほー、急に松山さんの名前が書いてある鍵。なんで？じゃあこの鍵を何かに使うってことか。こっち結局いけないよね。ガス充満してる。で、こっちか。で、この鍵かかってるからって話なんだ。じゃあ、いい感じに進めてたんだね。雨が。ここはおそらく噂に聞く幻影列車ね。幻影列車は意識によって具現化したもの。だから意識が違えば見える景色も変わってくるっていうことね。おそらく燃車が不安定になったせいで幻影列車と135列車の区が重なってしまったのよ。稲荷猫。あら、おじいちゃん。いや、可愛い人間の娘さんだにゃ。あ、まさか、あの猫ちゃんか。その喋り方は。俺は吉次郎。可愛い娘さん。お名前は何て言うんだい？木原です。おー、木原さん。藤崎千代子にも負けないくらい可愛いにゃ。藤崎千代子、歌手の人。千代子さんは、ね、40年代を代表する大人気映画女優じゃない。まさか、木原ちゃん知らなかったの？だいぶ古いよ。今は90年代よ。40年代の女優さんのことを知ってるわけないじゃない。そうだ、俺が育てたスイカをべらぼうにうまいんだが、木原さん、うちの広告塔になる気はないか？広告塔？木原さんほどの素質がありゃ、うちのスイカはもっと売れるはずだ。鹿島スイカにも勝てるかもしれないにゃ。鹿島スイカか。確か鹿島村の果物はすごく人気があったって、玉崎さんが言ってたわよね。こうよ、だから鹿島スイカを超えるのが俺の目標なんだにゃ。はあ、で、ここにスイカ畑があるのか。そうだ、いい宣伝文句思いついたにゃ。世紀末のアイドル、木原ちゃんのスイートパンチ。そのまま殴られそうだけどね。人前に出るのは好きじゃなくて。それに、そのセリフはさすがにないんじゃないかと。まったくだわ、木原ちゃんの魅力はちっとも表現されてないじゃない。やり直しよ。
金太さんも乗らなくていいから、今はやらなきゃいけないことがあるでしょ。うにゃ、木原さん、もうちょっと考えてみてくれよ。本当にごめんなさい。まあいいさ、もし気が変わったらいつでも俺の子に来てくれにゃ。わかりました。気が変わったらね。水で浸ってるか。まあこれが何？天気表示、異常雨。まあ普通降らないからね。お、次はでかい猫ちゃん。暑いにゃ。暑いにゃ。日が沈むまで声をかけないでくれにゃ。はいはいはい。隣のバッグが気になるけど。おーん。防具箱。人間箱を見つけたすぎて開けてしまうとするにゃ。もうその工具箱があればね。ちょっと待った。これポスター調べれる。この塔、教科書見たことがある。日本経済の発展を記念して建てられたよね。あー、太陽の塔か。ちょっとね、法水神社って書いてなかった。黒森町を訪れると必ず立ち寄りたい観光名所に、法水神社。神社と関わってるってことか。ん？まさかの、見えない壁、見えない壁だ。そっち行きたいね。ポスター触りたいね。いや、でも触れないか、さすがに。以上、オフ。オフ！このボタンがスイッチのはず。おお。ここはってなってる。手分けの果物ポスター。え、ちょっと待って、ドアノブが？薄く氷が張ってある。あれ？なんでここにいるの？木原さん、これは一体。前澤さんとネクたちも一緒に連れてきてしまったから、電車が不安定になったんだ。実は。そうでしたか。でも安心してください。羽の力が回復したら、ちゃんと戻れますから。待って、木原ちゃん。その人が桜子の仲間じゃないとはまだ言い切れないでしょ？喋る。大福さん。はとよ。早かったな。前澤さん、あのコーヒーって？コーヒーの中に何が入ってるかわかりませんが、飲んだ人はみんな記憶喪失になるみたいなんです。記憶喪失。桜子さんは記憶を失ったお客さんをどっかへ連れて行くんです。彼らがどこへ行ったのか、なぜそんなことをするのか、桜子さんから聞いたことはありません。ただ、いつも決まって彼らのためだと言っていました。木原さんはとても親切に私たちの力になってくださいました。なので、この秘密を打ち明けようと。それを知っていてどうしてまだあのカフェに？タコラクさんは私に居場所をくれました。それにこの仕事も気に入っているので。気に入ってたのか。でもこのままじゃあ桜子さんは？彼女は悪い人ではありません。それだけは確かです。でも、また私のボーナスを下げる理由ができてしまいましたね。タコラクさんは寝きているところもありますが、商売の得には道徳、賢く、少々ケチな一面もあります。キャットフード代の節約のために、いつも僕たちに失敗したケーキを食べさせるんだ。無理やりお客さんと遊ばせたりとかね。撫でられすぎてハゲちゃいそうだにゃ。そういえば木原さん、さっき年車で98年に戻れるとおっしゃいましたよね。はい。私が知る限り、135列車は毒ガス事件の後に解体されています。唯一解体されなかった車両を桜子さんが買い取り、カフェに改造したのです。このカフェに改造された車両が毒ガス事件のあった車両だと聞いています。ああ、だからあそこに飛んだんだ。先ほど説明してくださった燃車の法則に従うなら、それに該当する車両で燃車を発動するしかありません。つまり、他の車両は98年にすでに存在していないってことね。うっかり燃車を発動したら危険かもしれないわ。私もそれは心配していました。でもあの列車、また毒ガスは残ってるな。すぐには戻れないわね。中の毒ガスを排出するのも一つの手かもしれませんよ。記憶が確かなら、ドアの近くに換気装置の制御スイッチがあるはずです。
このスイッチで全車両の換気装置をコントロールできます。わかりました。まずはドアの周辺調べてみましょう。すず、もちがパーティーに入ったと。じゃあ戻れるのか。でもさ、ちょっとさ、奥にいたさ、猫さん気にならない？もう一匹いた。これオフにできないもんな。いたいたいた。眠れ眠れ。苦しい日々もあと少し。畑いっぱい美味しいスイカ。汽車が走るガタンゴトン。ほらに笑顔の花が咲く。これあれかな、鹿島のやつかな。興味ある。以上。鹿島村で流行っていた動画。村人たちの生活まじく、食事もままならないほどだったと。神の祝福のおかげで果物が毎年たくさん実るようになった。そして村人たちの生活は豊かになっていったのさ。その神さん、なんていう名前なんですか？これは、思い出せないわ。星を取って物忘れひどくなったみたいね。この歌だけ。あ、だからこの放水っていうのがそもそもなんか影響あるんだね。急に黙るもんね。パラメータが表示されてるけど、ロック中か。社員証ね。鍵玉に電磁カード、磁気カードみたいなのがあった気がしますと。相沢さんは電車の装置に詳しいんですね。なぜかわかりませんが、懐かしい感じがして、無意識のうちに電車に関する情報が頭に浮かぶんです。でも考えようとすると、かえって頭が混乱してしまって。あれ？もしかして学生さんじゃない？もしかしたら桜さんはその理由を知っているのかもしれない。相沢さん、帰るまでにこのことあまり気にしないでください。そうだ、毒ガスを排出してしまったら、当選の住民に影響あるんじゃないですか。今列車は荒れた林の中を走ってますから、しばらく人が住んでる地域は取らないでしょう。わかりました。機械が動く音が車体から聞こえてくる。点滅しているパラメーターがある。これは排気口が塞がれています。排気口は車両の外側です。走行中は外で出られません。出られるものを取るには、ここから入るしかありませんね。ちょっと狭いですね。お、まさか。師匠、僕ならこの入り口から入れるよ、と。もちちゃん、まだ毒ガスが中に残ってるかもしれないし、とっても暗いのよ。あなた暗いところは大嫌いじゃなかった？そりゃ僕はただの臆病な猫さ。いつも映画のセリフを真似したり、ありえないことを妄想してるだけ。落ちちゃった。妄想してるって言っちゃった。でも僕はここにいる唯一のオスだにゃ。こんな危険な任務を女子にやらせるわけにいかないにゃ。いけ猫。おちちゃん、あなたに話さないといけないことがあるの。私の力は偶然手に入れたもの。だから、おちちゃんには教えてあげられない。でも、あなたの勇気と決心はどんな力よりもずっとずっと強いのよ。うん。もちちゃん、もし具合が悪いと感じたらすぐ戻ってね。了解にゃ。にゃんパート。内なる恐怖に立ち向かえ。いるなぁ。いるなぁ。くもめ。あれ？師匠、どうしてここに？ちびちゃん、妖怪雲バーの目が欲しいって言ってたでしょ？ここにあるよ。早くおいで。一歩後ろへ。お前、木原師匠じゃない。なんかおかしなこと言ってるの？木原師匠だよ。師匠が言ってた、僕の勇気はどんな力も強いんだって。だから雲バーの目なんているか。出来損ないの偽物目。おやいや、騙されなかったからって何の口の聞き方だい？このクソ猫が。でも本当にお前に勇気があるのかい？あ、ただの強がりだろう。いやー、こっちだー。ああ、安全こそが最も危険な罠である。
わあ、変わってるでー。やばい、来たー、こっち、わかんないけどこっち、危険危険って言ってたもん。ああ、雲はやめて。雲はやめて。やばい。モノスで塞がれてたのか。あ、綺麗になった。早く戻らなきゃ。いや、これあれだ。毒ガスが。木原師匠、任務完了だにゃ。うん、もちちゃん、よく頑張ったね。気を失ったみたい。毒ガスを吸っちゃったのかな。これは中毒症状ではありません。おそらく極度な緊張の後、急にほっとして気絶したんでしょう。少し休めば元気になります。無事でよかった。確かにね。全く心臓に悪いにゃ。念のため換気措置が起動した。私が先に入って燃射できるか試してみます。相沢さんはもちちゃんとお願いしますよ。よし、この状態で換気したから変わらないかな。どう、日が沈むまでだからダメか。よし、じゃあ行こっか。雲は嫌だな、やっぱ。松山さん、鍵はありましたか？くまなく探したが見つからなかった。まあいい、俺たちが探して見つからないんだ。他のやつに見つかることもないだろう。それじゃあ計画通りに。いや、新しい計画を思いついた。2回に分けて行動するんだ。まずお前が毒ガスを出す。そうすれば排気システムによって毒ガスを船内の町に、ああ、そういうことね。拡散できると。そして列車が黒森町に到着した時に俺が動く。後悔してるのか？いえ、ちょっとだけ。キヨコ、シニの父とはお会いしたことは？入信して1ヶ月なのでまだ。俺は一度だけある。あの時のことは一生忘れられんよ。あのお方と言葉を交わすだけで特別なぬくもりを感じられる。雪山登山で吹雪に遭い、凍え死ぬかという時に一筋の日の光が体を照らすようなそんな感覚だ。この任務を終えれば、再びあのお方とご尊顔を拝むことができると。それと比べれば、シードラとほんの短い儀式に過ぎん。でも、どうして罪のない人たちを？罪がないだと？おい、本気で言ってるのか？両親が失業し、お前を落第したのは、まだ、ただ社会のせいだと、本当にそう思っているのか？それこそお前が言う罪のない、庶民どものせいじゃないか。奴らは貪欲で、目先の利益を追い求め、他人には冷たく、見栄を張るばかりだ。それで一切自覚がないと。それほど罪深い奴が他にいるか。ほら見ろ。あの男、あんなヘコヘコして上司にでも電話してるんだろう。見てるだけでヘドが出そうだ。綺麗にラッピングした土産なんか抱えて、どうやって上司の機嫌を取ろうかと考えてるんだろう。これもしかして、あれじゃないと。結婚記念日とかのお土産なんじゃないの。見え方で変わるんだろうね。あいつもそうだ。あんな奇抜な格好で恥ずかしげもなく脇目を散らすようなおかしな音楽を聞いてやがる。そんなやつがクラスの中心だと。それと比べてお前はどうだ。朝早くから夜遅くまで必死に勉強してもほんの少しの関心も共感も得られないと。お前の夢も未来もあんなクズみたいなやつにチベタで叩きつけられ笑われ踏みじられたんだ。だが慈悲深き真理天道の父は我々の罪を許し幸福の門を迎え入れてくださる。なんとこやなことか。まあねー、やっぱ感じ方なんだろうね、こういうの見るとね。幸福の門に入ることが俺の生涯の望みだ。だから俺は絶対に止めねえ。
ああ、それであそこで倒れてたってことか。はあ。観光ガイドが落ちていると。はいはい。連絡するの20年ぶりだな。今度サッカーチームに集まらないか。みんなすっかりジジイになっちまって。もうボール蹴れないけどな。そうだ、こっちはもうすぐ冬になる。氷の下に隠れてる魚が。それはもう絶品だよ。ああ、今から同窓会みたいな感じか。アイスピック。ああ、なるほどね。これ嫌だな。左側の真ん中のおじちゃん嫌だな、やっぱ。精神という夢を謳歌しよう。研究会へようこそ。どんなに遠くともその夢に届くまで私たちはあなたを応援します。ギフトボックスをしっかり抱えてる。その上には血に濡れた手紙が添えられている。ただし、最近仕事が忙しくて試合を見に行けないんだ。ごめんな、これはただしが欲しがってた野球棒だ。決勝の日は絶対見に行くって父さん約束するのよ。あーねー。だから謝ってた先が妻か子供だったかっていうところだよね。一旦手にブリキがきつく逃げられてる。手首にはかさぶたになった傷跡がいくつもある。この女の子は実行犯の一人みたい。私と同じぐらいの年かも。この手首の傷、自殺しようとしてたのかな？ほう。まさか。ちょっと待って。ちょっと待って。何も調べようがないじゃん。こんな野郎。どうすん、何いや無理だよね。消火器ブリキじゃないの。腹立つな笑い声。やばいやばいやばい、いけないんでしょ。わマジか。わあ、来たー。話せ。どうして騙したの？幸福のもんなんて全部嘘。苦しいよ。さっさと話せ、このグズが。ああ、なるほど。騙されてたのか。危機一発戦。もう少しで捕まるところだったわ。ほんとよ。もう何回捕まったか。松山さんの鍵落としちゃった。もう使わないからいいじゃない。ギャラちゃんどうしたの？あの子騙されて、真理天堂に入ったのかな？脆くなった心は真理天堂みたいなのをカルト兄弟にとって格好の獲物よ。それに死を恐れないということは何より強力な武器にもなる。あの子の現実に何かよからぬことが起きたんでしょうね。そのせいで弱ってしまった心が真理天堂につけ入る隙を与えてしまった。そうだな、相沢さん探しに行かないとね。そう。この状態ね。でも戻れなくなったからね。どうしましょうかってね。戻れそうですか？それが問題がありました。そうですか。おちちゃん、相沢さん、ごめんなさい。いろいろ手伝ってもらったのに、結局、ご無事で何よりです、と。それに私もさっきこの辺り調べていて、別の案を思いついたんです。外の景色からすると、私たちはすでに黒森町を離れ、数十キロ先の、宿富県にいるはずです。電車で戻れないなら普通の方法で黒森町に戻ればいいのではないかと。普通の方法。運転室へ行って、現役列車を黒森町駅へ戻してもらうよう車掌さんにお願いするんです。現役列車の車掌さんの中にはカフェの常連客も多いので、都合をつけてもらえるかもしれません。コーヒーの味なんてちっともわからないのに、桜子のおバカな口説くためだけにそのカフェに来るんだにゃん。ほんと、単純な奴らよね。桜子さんにもものすごく感謝されますよ、なんて言ってやれば、奴らなら絶対協力するにゃ。
私たちはこんな大変な目に遭っているのも全部あのバカ店長のせいなんですから、少しは罰を受けさせましょう。それじゃあ運転室に行く道を探してきますね。これでアイスピックってことか。アイスピック壊れたんだって。やーばい、硬い氷だね。あー、これは道順ね。はい、太陽のポスターあったね。同じポスターあったね。おい、丸々とした雪猫。あ、それだけ？なんか、できそうな雰囲気あったけど。そうだね、アイスピック壊れちゃったし、溶かす方法ないかな。で、ここに行くと。はいはい。以上、寒冷。安全知識ポスター。ああ。なんかこれだよね、そうなると。ちょっと待って、じゃあどうする？あ、にゃんこちゃんいた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 、にゃんこちゃん。このポスターから霊力あふれ出してるにゃん。私たち霊猫、猫玉は霊感が強いんだにゃん。え、猫玉って聞いたことあるけど実際に見るの初めてだわ。お猫ちゃんちょっと触らせて。なんでそんな嫌そうなのよ。すずちゃんは人に撫でられるのは苦手なんだって。じゃがいもみたいな鶏に撫でられたんじゃ面目丸つぶれたねや。こっちね。灼熱的、情熱的な明るい色合いが太陽の情熱を感じさせるようだ。まあ、剥がしましょう。あ、暗くなった。どういうことか。意識の集合体よ。もしかしたらこのポスター何かしらの強大な意識が具現化されたのかもしれないね。じゃあにゃんこちゃん話そっか、せっかくだし。あれ、一眠りしてたら外が暗くなったにゃん。そうそう、仕事に行かないとにゃん。水漏りした車両はどこだったかな。あ、なるほど、それでここに来るってわけか。なんだこれ、どうなってるんだにゃん。どうかしたんですか。配管から水漏りしてるみたいにゃん。でおいらはこういうの苦手なんだにゃん。もともと来るはずだった整備士が休みで、おいらはただのバイトだにゃ。実は一番得意な料理なんだにゃ。へぇー。よかったら私が修理してみましょうか。君みたいな女の子にできるのかい？伊原ちゃん優しくて多彩な家事万能女子なのよ。家事万能ね。父さん家にいないことが多いから、何か壊れたらいつも自分で直してるんです。いいね、都合いいね。あー、そういう系ね。はい、これ全部通らないといけない系じゃないよね。あー、漏れてるからってことか。はい。あ、スイカが育ってる。これでよしと。すごいにゃん、すっかり見直したにゃん。そういえばまだ名前聞いてなかったにゃん。木原です。おいらはドド。車内で何が起こったらいつでも呼んでにゃん。実は問題があって。多少に列車を戻してもらいたいのか。突拍子もない考えだけど、おいら木原さんそういうところ大好きだにゃん。まあこの列車どこへでも行けるからできなくもないにゃん。おいらが持ってるピッキングツールを使えば運転室のドア開けられるにゃん。ピッキング、あのドア古いから車掌がよく中で閉じ込められるんだにゃん。助けてくれた俺にあげるにゃん。へえ。
もう一眠りしてくるって猫だね。そしてスイカが出来上がったと。すごいにゃ、大したことはありませんよ。前は暗くてよく見なかったが、なんだか木原さん、昔会った女の子にそっくりだね。昔、15年くらいだったか、黒森町駅でよく似た女の子見たんだ。でも、年はもう少し上だったかな。20代くらいに見えたにゃ。これ、黒髪で、長い黒髪で、ホームのベンチに座ってたんだ。この光景があまり美しかったもんで、思わずその場で絵を描いたんだにゃ。一次郎さん、その絵ってまだ残ってますか？ずいぶん前のことだからな、今どっかにあるかわからないにゃ。そんなに興味があるのかにゃ？はい。おー、罪悪感が増してきたな。わかった、これは罠ね。なかなか鮮やかだったわ。じゃあやってみます。わあ、感謝感激だにゃ。どうすればいいんですか？うちのポスターは全部手書きなんだにゃ。だから木原さんの肖像画1枚書かせてもらえばいいにゃ。あ、なるほどね。パッと見やっぱ猫おじさんって感じだもんね。あ、でもあれ猫目か、黄色い部分。正直意外でした。吉次郎さんでこんなに絵が上手なんですね。恐縮だにゃ。実は画家になって世界中を自由に旅するのが子供の頃から夢だったにゃ。でも親父に言われるまま果物屋を継いで、なんやかんやしてるうちに十数年経ってたにゃ。家庭を持って今じゃ絵を描いて自由なまま、自由気ままに過ごす日々なんて遥か遠い夢にゃ。しかしまあ子供たちが元気に成長していくのを見られるし、これはこれで大満足だにゃ。いいおやっさんや。な、将来何になりたいか。医者になってほしい。木原さん自身はどうなんだにゃ。わかりません。若い頃の俺なら、バカもんを夢さらなくて、あんたの猫背に一体何が残るにゃって言ってるところなんだがにゃ。今はそんなこと言わないにゃ。自分にとって好きか嫌いかなんてのは関係ない。今してることを精一杯やるだけなんだにゃ。完成にゃ。どんな絵描いたんだろうね。めっちゃ美人。めちゃくちゃ美人になってる。吉次郎スイカかき氷。海の味がするよ。これいいね。独占イメージキャラクター。まあ素敵じゃない。これってかき氷のポスター？木原さん見ていてひらめいたんだにゃ。独特な雰囲気あるにゃ。桜ほど甘くもないし、バラほど情熱的なわけでもない。木原さんはなんていうか、すがすがしく、ほんのりしょっぱい潮風みたいだにゃ。夏の日に焼かれた旅人に、松の涼を感じさせてくれるにゃ。夏といえばかき氷なんだにゃ。かき氷、スイカ、黒糖の木原さん。うん、完璧な組み合わせだにゃ。スイカのかき氷か。あー、黒森町駅前にある吉次郎果物店で話すにゃ。で、これで戻ったらっていう感じだろうな。この絵のことどうしてそんな気になるの？偶然かもしれないけど、今は1995年で、15年前といえば1980年。その時は私はまだ生まれていない。私の両親は、私が生まれる数年前に黒森町に引っ越していて、吉次郎さんがその女の子と出会った時期と一致してるの。だから母親と会ってるってことよね。その時母さんは20代、吉次郎さんが言ってた年齢ともぴったり合う。だから絵に描かれた女の子がお母さんかどうか確かめたいってことね。うん、一度だけ父さんが話してくれたことがあって、8歳の時の交通事故で車から火が出て、母さんと後部座席に置いていた荷物は燃えて灰になってしまった。私は家族の一番大切な思い出は、母さんの写真もその時全部なくなったの。ああ、で、そこでイラストが繋がるわけか。これ一回セーブしとこう。ああ、で、かき氷ポスターは、あ、いつでも見れるんだ。よし、正常に稼働している。で、寝ているんだね、相変わらず。よし、行こう。
これは変わらずだね。だからね、上半分貼って太陽の塔かな。あ、雪溶けました。雪だるまが溶けちゃった。お、猫ちゃん、大きな猫。お嬢さん、この鎖から解放してくださりありがとうございます。100年前、通りすがりに旅人が私を作りました。当時の私はただの雪だるまでした。溶けて消えてしまうのを恐れ、冬がなびきことを望んでいました。この死への恐怖と生への執念は日ごとに膨らみ、ついには白い雪となり、100年降り続きました。溶けることへの恐怖がなくなっても、100年の執念はあまりにも深く、そう簡単に消せなかった挙句の果てがこのざまでございますと。お嬢さんが助けてくださらなければ、永遠にこの鎖から逃げられなかったかもしれません。お名前をお伺いしても？木原です。そのお名前、しっかりと心に刻んでおきましょう。それでは、私はこれで。100年後の世界か、楽しみですね。さようなら、木原さん。ご縁があればまた。さようなら。ご縁あるかな？よし、じゃあ行きますか。ピッキング私がやってみますやってくれるんやね。いや、自分で結局するんか。左でしょ。で、これも左、よしそんな感じでした。父が話してくれたとあるおとぎ話。旅猫という生き物がいて、生涯を列車の中で過ごすという。雨風を食し、列車の音を枕に眠る。父を迎えると綺麗な石ころとなり、レールの間に落ちる。この石を透かしてみると、旅猫が一生のうちその目に収めた景色を見られるそうな。100年分ってことか、あの猫ちゃんの場合は。まことちゃん、パパにおやすみって。ママ、パパ寝てるの？そう、眠ってるのよ。パパいつ起きるの？旅猫の話また聞きたいな。パパがね、旅猫はいろんな人や景色を見てきたんだって言ってた。だから、いくら話しても話しきれないんだって。まことちゃん、パパは旅猫と一緒に旅に出たのよ。長い旅になるから、しばらくは帰ってこれないわ。帰ってきたら、まことちゃんにたくさんたくさんお話をしてくれるはずよ。本当？私も旅猫と旅がしたいな。まことちゃん。父は帰らなかった。そして私は列車に乗ることに決めたんだ。父が語りきれなかった物語を探すために。まさかのこの子のパートか、まことちゃんのパートか。はい、じゃあちょっとね、キリがいいところなんで今回コメントしましょうか。ちょっとあれだね、主人公だけじゃなくていろんな人のパートが見れるのはまた面白いね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。まだまだいろんなゲームの動画や解説、攻略なども随時投稿していきますので、応援してくださる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。